おもてなし部招待の皆さんでございます、はい、熊本城おもてなし部招待の皆さんは九州熊本城を拠点に日本一のおもてなしを目指して活動されています、うん、それでは熊本城部招待の皆さんお願いいたします。拍手でお迎えください。のもの名乗りを上げよう。おう、グレンホの前武井さん、大海渡るは矢のごとし、先陣切るはこの胸十字を我のみと知れ、意欲義欲満ありとも天に従い天に順ず、セレメアグスピレス、ウトの臨前、小西、雪中なり。運で共に清めし我が生涯、それすなわち、太平の世のため、神がため、画領のごとき賢人の、咲かせてみせるは、先陣はじらき世々の人々、わしが宇前国徳良城城主細川忠興である。人の姿勢、世の血や身の精髄、天地の変、いずれも計りがたいものである。この世に憐れむことなく、己が人生を全うせよ。わしも人として譲れぬ一部がいいや。わしが肥後国熊本城初代城主加藤肥後守清正じゃ。熱き思いよ、この胸も我ら熊本城おもてなし武将隊我らのおもてなし新聞こういう一頭とくとご覧あれ。いざいざ、
ました皆の衆こんにちは皆の衆こんにちはよしどこまでやらせるんじゃわしの地元なりなるほどな欲しくなるんだよ中村に加藤清正が帰ってきたぞそう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 この感性じゃよそしてこの香り変わらんね中村も良いとこじゃまずは我々熊本城おもてなし武将隊これについて知っていただきたいと思うまず我らの拠点としてある熊本城来たことあるというものどれぐらいおるだろうおお、おられるなありがとうさん想像以上に多い嬉しいことじゃなわしが生まれたなここ中村城がわしが生まれた国は熊本というところなんじゃ九州のへと今そこで我ら熊本城おもてなし武将隊日々おもてなし活動を行っておりわし加藤清正を筆頭に9名の陣形でおもてなしをしており声がかかればかように県外に恥さんじ熊本の良さを皆々に伝えておる次第である熊本城内では毎日おもてなし演舞を執り行っておるそういえば先週も参ったの名古屋の方に毎週来ておるありがとうさん里に帰りすぎではないか清正殿良いではないかわし計算したんじゃが大体2ヶ月に1回ぐらい名古屋に来とるからまたあと60回ぐらい寝てもらったらわしに会えるで、よろしくお願いいたすまあこたびはそんな熊本から南々にぜひに熊本に来てほしいということで良き情報を携えてやってまいった細川殿よろしくお願いいたすはいわかったでは熊本の魅力でございまするが我らが拠点としておる熊本城そしてもう一つ有名な山がありまするそれが阿蘇山でございまするしかしながらこの阿蘇山先日皆様方の知らせがニュースとやらで届いたと思いまするが先日阿蘇山が噴火いたしたという知らせを知っておると思いまするしかしながらこの阿蘇山噴火今現在警戒レベルというものが下がってきておりそして安全を確保されておりまするしかしながら阿蘇山の火口 2.8 キロ圏内以外は大丈夫という2.8 キロ以内に入ってしまうとちょっと危険なのでぜひこちら入っていただいたら危ないと思いますのでぜひそうじゃな河口から周囲 2.8 キロだいたいこのぐらいじゃ2.8 キロだ河口からこれぐらいの距離は危険ながら入るなとだこれから以降は良いと清正殿の今の状態が危険じゃと思うがちょっと今触れちゃいかんかとそうそういやしかしながらな入ってはならないしかしこの 2.8 キロ圏内以外こちらでも十分に阿蘇を堪能することが可能なわけでございまする、うん、こちらの雄大な景観そして美味しいもの、まあ、牛乳など世界一になった何じゃったっけかの清正殿阿部牧場殿が作った牛乳はミシュランというものでこれまた賞を受賞しておる牛乳でその賞を受賞したのはこれ初めてなんじゃなぜひにこの阿部牧場さんの牛乳を、熊本で飲んでほしいなというところかなその雄大な景観を見ながら牛乳を飲んでこのひとときを楽しんでいただくとございまするぜひとも皆様また阿蘇山に来てくださりませよろしくお願いいたしまするそしてでございまするこの阿蘇山に行ったら次はぜひとも我らの拠点熊本城に来てもらいたい限りでございまする、うん、なあ雪永殿さようでございまするなどうも中村の皆さん加藤清正殿の敵ですよ敵来ちゃったのどちらの加藤清正の敵ですよ近い近い煽らんで良いではないか良いの日頃神たくさんおってさようじゃ、うん、お主にはない、これは人徳だよわしのいや拙者はもっとこの倍おるよさようか、うん、わしに見せてくれそれあ見せたいところだけど今喧嘩するところではない何の話だったっけ熊本城の魅力伝えるんじゃあなるほど
皆さん、なんと我々が拠点としておる熊本城は世界旅行口コミサイトトリップアドバイザーというところでですね、2013年、2014年、そして2015年3年連続で行ってよかったお城ランキング第1位でございまする。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。選挙活動ではないんだよ。ほらほら、こちらによる加藤肥後守も非常に鼻高々だということでございます。ぜひ皆様一度は熊本城に、足をお運びくださいませの肥後守。王者はぜひにわしの作った城を直接見に来ていただきたいと思う。なんとこたびこの中村区の公園、中村公園の中に熊本市のブースを設けておる、ちょうど我らから向かってこちらの方角じゃな、この奥の方に熊本市のブースを設けており、そっちの方でアンケートのある問答に答えてくれた者に先着300名で熊本城の無料券を配布しておる。そうじゃ大盤振る舞いじゃろ。はい、普通に入ると500円かかりますからね。それが無料じゃからな、はい、これの本日の10月24日から来年の3月31日、3月いっぱいまで有効期限となっているゆえ、ぜひにこのアンケートに答えてもらって無料券を手にし熊本に足を運んでいただきたいと思う。最後締めの演目を披露いたす。古書風書という演目じゃ。とくとご覧あれ。ただいまちょっと間違え、肥後守、ちょっと何やら不穏な空気が流れておるぞ。なんじゃ。敵襲、天田の軍勢がこちらに迫ってきておる。清正殿、いかがいたす。いかなる思いが迫ろうとも、この中村を守るのが我らの役目。二人ともわしに力を貸してくれ。無論、そのために我々がここにおるのではないか。心を打ち立つ言葉である。それは強い思い、鹿の頂戴者。おお、それは城の強さではなく己の魂の強さ。
気は我らにあり。いざ共に参ろうぞ。すなわち我らは以降天翼の刃で